桜インバースカヌーポロチームは日本のカヌーポロチーム。多くの日本代表を輩出している国内屈指のチームである。故障は桜インバースである。1994年、千葉県インバヌーマニテ、それまでアドベンチャーカヌークラブ桜として活動をしていた選手たちが最初の監督である、なおいまモルを中心に桜インバースのチーム名で発足。 結成2年目の1995年に初めて日本選手権で優勝する。1995から97と日本選手権3連覇を達成する。1996年に名実ともに日本1位となったことから世界に目を向け、イギリスのキングストンアポンハルへ遠征を行う。1998年、ポルトガルで開催される世界選手権にサクラインバースとして、 初の日本代表選手が選手6名、コーチ1名が選考される。1998年、初めてのアジア遠征として台湾で開催されたマスターカップに参加。1998から99は日本代表招集や力を伸ばしてきた神奈川県横浜商業高校に敗れ、連覇が止まり優勝から遠ざかる。2000年の優勝を皮切りに、 2001から02と2度目の3連覇を達成する。20世紀最後の日本一と21世紀最初の日本一を果たす。2000年には桜インバースから日本代表監督が就任する。2003年に前人未到の4連覇をかけて望むも神奈川県横浜商業高校 OB にて結成された神奈川カヌークラブに優勝を阻まれる。翌2004年には 神奈川カヌークラブとの決勝を制し、優勝する。2005から07は愛知県勢が勢いを増し、愛知県三好市や須田が池をホームグラウンドとする BPCC モンキーに3連覇を許す。2008年に前人未到の4連覇に挑む BPCC モンキーを決勝で制し優勝。2009年は愛知県勢の決勝となり、桜インバースは3位入賞となる。 2010年は桜勢による決勝となり、桜インバースの年齢が高い選手によるチーム桜オールディーズが優勝し、桜インバースは準優勝となる。なお、2010年決勝戦の模様はサンデーモーニングにも取り上げられた。2011から13は準決勝で赤橋3位と苦渋をなめる。チームは選手の離脱により存続の危機を迎える。二千十四年、 大学や専門学校を卒業した、選手3名加入により存続の危機は脱したが、同年の日本選手権にて、三好シーモンキーに敗れ準優勝となる。2015年より現体制となり、平成最後、令和元年を日本一を果たす。前人未到の5連覇を達成し、名実ともにカヌーポロ界の頂点のチームとして、君臨する。ここに掲載する国際大会は、 チームメンバーが出場した試合のみ。国内大会国際大会国内、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 大会国際大会国内大会1995年に、初の全日本選手権優勝後、桜インバースでは10人が受賞。複数回受賞している選手は2人。公式その他、ありがとうございます。